皆さんが一番知りたいのは、台風の影響、いつ、どこで。 何が起きるかっていうのを多分一番知りたいと思うんですね。はいえー、ですので今日はですねそこに焦点を当てて適時的確な情報を出していきたいと思います。はい、結構、意外と台風情報ってざっくりしてるじゃないですかそうです、ね、大荒れになります、お気をつけくださいで済ませちゃったりとか、えー、じゃなくて福島の皆さんの生活にどう関わっていくのかということをお話をしたいといいとううふうに思います,いま,す、えー、まずその前にです、ね、あの今日季節の話題少しだけですけども紹介したいと思いますが、はい、時はボンフェスタこんな大雨になっちゃってます。あ あの台風からのね、湿気、雨の種が飛んできている影響なんですよね。でもこの後、あの雨上がってきます。今日たくさん盆踊りとか花火大会あると思いますけども、安心してください。今日はこの後、天気は中通りでは回復してきます。会津の方がこの後、心配です。いわき名物、ジャンガラ念仏踊り。えこれも盆の行事ですよね。楽しそう。楽しそうですね。あ、えっと、鎮魂のね、あの念仏踊りでございます。 えー、さあ台風の説明をいたしましょう、はいえー、こちらでございます、災害リスクです、明日夕方からあさって朝、浜通りの大雨というのがポイントです、今回、はい、で県全域とありましたけども、あの最新の情報では、中通りと浜通り、うん、特に浜通り中心に風が暴れるということで、会津地方に関しては、今回、災害リスクは低いと、まあ、進路にもよるんですけども、はい、現在出ている進路からすると、えー、会津は災害リスク低いかなと。 いうふうふに見ておりますで、今回のこの台風なんですけどもね、気象衛星で見てみますと、はい、これ、まず昨のの渦見てみましょう、はい、これ、覚えててください、はい、これ、昨日ですよ、日すね、今日ですよ、台風の目が、ね、そう、2枚ちょっと比較してみましょうか、はい、もうね、目がくっきりとしていて、はい、日本に近づいてから発達してきてるよ、うんじゃあ、これ、どこまで発達するのかというと、明日の午後3時。 ヘクトパスカル、非常に強い台風で接近してくるということになります、はい、えこの予報円というのは、この中に7割の確率で入るということなんですが、福島どうですかかかってないですよね、はい、えですからあの上陸したりあの、あるいは通過したりということはないんだけれども、さっきも言ったように、非常に強い渦だから、これが近づくと、結構な浜通りは嵐になるよというのがポイントです。うん、さあ嵐にななるそこで心配なのは あさって17日に郡山へ行く予定なんですが、はい、在来線新幹線高速道路、大丈夫ですか、気になります、ねで。台風7号接近に伴い、U ターンに実は変化が起きております、はい、冒頭ニュースでもお伝えしましたけれども、ご覧のように、今夜7時以降、ほとんどこれ、もう罰になってる、満席、満席、はい、明日夜、見てください、明日はもう余裕がある、つまり今日に皆さん、やっぱりシフトしていったということなんですよね。でではは明日日金曜のの新幹線の影響です、はい これ計画運休、先ほど、えー、ニュースでもお伝えしました、基準ってあるんですよ、実は新幹線の運休の基準、どん,基準んどんな基準なのかというと、実は風速30メートルなんですメートルの,あの暴風が吹き荒れると、えー、運休になっちゃうんで、はいあの、今は間引き運転の予定ですけれども、これだけ吹くと全面運休になっちゃう、うん、じゃあ、これぐらいの風が中通り、関東で吹くのかどうかというところがポイントですね。高速道路への影響でですすこちらです 高速道路は今のところ関東の一部区間で通行止めの可能性が高くなっているけど、はい、今のところは大丈夫ですよ、うん、今のところはですね。えー、ですから現段階では規制は入っていないということになりますでは浜通り、中通り大雨と強風のピークですけれどもこういうふうにしました、はい、で中通りに関してはおそらく30メートル以上というのは吹かないかな、うん、ただやっぱり30メートル近い風は吹くのかなと。はい で関東地方でやっぱり30メートル以上吹くのでそこがやっぱり東北新幹線の運行のポイントになってくるのかなというふうに思います、はいえー、風雨ともに明日の夜からがピークと、えー、いうことになりそうです、はいえー、そしてじゃあこちらの方ちょっと行ってみましょうか、はいえー、この後具体的に雨のピークお伝えをしたいと思いますまず雨予報からいきましょう ずっとね明日台風接近前からずっと浜通りで雨が降ってるんですよ、これ、湿った東風が吹るからです、ではい、ほら見てください、<あ>明日の夜から渦が近づきます、はい、これが台風の目です、うん、でも見えます目の壁の雲は福島県にはかからないよねと、うん、これがまあひとまず安心なんですけれども、こういう外側、こういう外側のこれアウターバンドというんですけれども、これは浜通りにかかるし、なんといっても台風を巻き込むですね。台風を巻き込む こういう風が入るので、はい、阿武隈高地なんかではやっぱりこの風がぶち当たるので、えー、雨が降るということになります。で、こちらが予想の雨量です。えー、浜通りに注目です。浜通りに注目。はい、えー、黄色い部分100ミリ以上ですよね。うん、で、一部150ミリって出てますよね。阿武隈高地の左、はい、東側で、じゃあ100ミリ以上の雨が降るといわきはどうなるのかこちらご覧ください。 これ5年前の台風中氾濫危険水位に達した吉間川です黒く濁った水が勢いよく流れていきます、うん、そうなんです 吉間川で氾濫危険水位に達していわき市で2506世帯で避難指示が出た100ミリ以上降る,るとやっぱりいわき市内の川は避難指示出る可能性がある、はい、明日もだから、えー、レベル3レベル4避難指示が出る可能性ありますので、えー、行政のから出るです、ね、情報にも耳を傾けていただきたいと思います、はいえー、雨は、えー、と明日の夜からあさっての朝がピークということになりますでは風です 風に関してはすごいんですよ。<ー>この上ですね。やっぱり非常に強い渦で、はい、明日の夕方からやっぱりね。浜通りで嵐になるんですよ。うん、浜通り中通り強いところで30メートル前後の服恐れがあります。じゃあ30メートル近くの風が吹いた時、一体どうなったのか、はい、明日もこうなると思います。 これ二十九メートル風が吹いたぎなんです。ゴ、はい、ーって音を立ててますよね。激しく木が揺れてますね。でこういうふうに明日は風が吹くだけではなくて、横殴りの雨も降ると。いうことを、皆さん覚えていただきたいと思います。そして、この時は梨の落下被害もあったんですよね。はい、果樹ので、今最も注意すべき果実、何なのかというのに行きます。はい。はい。梨です。梨。ごめんなさい。これ梨です。 えと実はですねやっぱり果実が大きいんですよ、あの夏暑くなってるので、はい、今年は生育が早くなってるんで、例年よりも玉が大きく、収穫直前の台風で心配ですということなので、対策、もう明日の昼前までに収穫できるものは収穫しちゃってください。早めにそして大きい枝をシチューで支える えー、そして梨やぶどうは棚の点検閉め直しをしてください、はい、え、水稲はですね、えー、排水の水路の清掃をして田んぼから水が溢れないように明日の昼前までにしていただきたいと思いますもう1回確認しますポイントですこちらです、はい、浜通りの大雨中浜通りの強風これが最大のリスクです最接近は明日夜遅くから明後日未明ということになります浜通りの自治体からは情報の出る可能性がありますので気をつけてください、はい、明日の天気です 明日ねそれともう一つ海なんですよ。はい、波の高さ8メートルってあんまり聞いたことのない波の高さなんですよね。です,ねですから港湾施設に被害の出る可能性も、えー、ありますので、えー、明日午前中までに、えー、きちんとですね点検をお願いしたいというふうに思います。海にはもう近づかないでください午後からはえ。そして中通りの北部です。えー、しとしと雨です、えー。実は台風は近づいてきてるんだけど。 うん、台風来てるのって感じの日中雨なんです、うん、ところが夜になるとやっぱり横殴りの雨がふあの降るのかなということになりますね、はい、雨なのであまり気温が上がりませんので暑さ苦手な方にとってはまあ明日はまあいい空気感と言えると思います、えー、中通りの中部、えー、雨雲は南からやってきます、えー、墓参りなどはやっぱりね朝方ね雨まだ降ってますけども、うんえー、午前のうちに、えー、と<中>外出をお願いいたします、はいえー、そして中通りの南部です いわき、いわに近いところほど今回は嵐になりますですから石川の周辺、古戸の周辺こういったところで嵐になりそうですそして会津地方です今回会津は災害発生リスク小さいんですよね明日午前中はほとんど雨も降らないそうですね夜の雨も大したことはないというふうに思います、はい、浜通り、中通りの南部が風雨中心ということになります そ,その後ですす、はい、週末気になりますよね遊び足りない方も夏休みいるかもしれないんで、うん、じゃあどうなるのかということなんですが土曜日は台風一環になります、午後<ー>ねそして日曜日は夏空ということになりますので熱中症だけ気をつけて土曜日、日曜日アウトドア楽しめるということになりますが、はい、やっぱり雨で川増水するから、うん、キャンプ場の川近くに流れているところなんかは近寄らないようにしてくださいね。はいえー、それでは週間予報を見てみましょう えー、土曜のです、ね、最高気温に注目なんですが、はい、36度なんですよ、猛暑日台風がです、ね、熱帯の暑い空気を入れてくるということなんで、はい、これだけ気温が上がります、そして日、月、火と夏らしい日和、来週水木あたりにいよいよ秋風が吹くんじゃないかということで、えー、台風の到来で季節が一つ進むということになりそうです。はい えー、台風7号の情報、ソラネットで,です、ねえー、ソラネットライブ、えー、そして私の文章などで詳しくお伝えします。ソラネットでした